次の目的地に向かうため、ブチャラティたちはベネツィア付近の空港で飛行機を手に入れた。その時、追っ手のスタンド使いが現れたのだが、まるで倒されに来たみたいに即死した。謎の出来事が起こったまま、飛行機は一路サルディニア島へ向けて飛び立った。なんだこの飛行機、落書きが多いな。誰が書いたんだ。いつこんなことを誰が書いたのだ。何？これはまさか落書きはこいつが書いたのか。ジョルノ、なんだそれは。敵のスタンドか。ならば本体はこの木のどこかに潜んでいるということなのか。今までの常識を超える初めてのスタンドです。本体はいません。すでに死んでいます。さっきベネツィアの滑走路の上で。何？腕が食われてる。このままではこいつが体まで上がってくる。腕を切り捨てるしかないか。ジョルノ、お前が両腕を失ってしまったら誰がその傷を治すというのだ。間に合わない。ブチャラティ、どんどん食われている。ゴールドエクスペリエンス、僕の腕を切り落とせ。ジョルノ、早く敵スタンドをこの木から放棄しなくては。スティッキーフィンガーズ。なんとか奴を追い出したか。なんてことだ。ジョルノ、重傷だ。とにかく傷の手当てをしなくては。亀の中に入れよう。手当てするって、ジョルノのその両腕は治るのよね。確かゴールドエクスペリエンスの能力で。ジョルノのスタンドは両方の拳で叩いて能力を発現する。両腕を失ったジョルノは再起不能だ。トリッシュ、少し休むんだ。サルディニアには予定通り着くだろう。私は自分だけのために生きている。でもジョルノたちは違う。正しいと信じることのために行動している。私には理解できないわ。あのテントウムシのブローチ動いている。もしかしたら左手に成長しているの。すでにブローチに生命を与えて失った手を作っていたんだわ。ジョルノはまだ再起不能ではない。あの左手を手に入れたらスタンドは再発動できる。これは吹き飛ばされてなかったというの。動いてるブローチに反応しているわ。やるしかない。奴より先にブローチを拾うしかない。あのブローチを守る。ウクライングシートのスイッチ、これを押せばその先が倒れていくわ。このシートの動きを追っている間は進めるかも。動いてはいけない。あいつも向かってくる。あいつは動きの速いものを狙ってくる。ということは
何かを動かして、それより遅く動けば襲われることはない。あのブローチを守れば、ジョルノの防衛エクスペリエンスは再発動できる。ナランチャとミスタの傷も治せるわ。はい、リクライニングシートのスイッチ、これを押せば背もたれは倒れていくわ。このシートの動きを追っている間は進めるかも。ジョルノはまだ再起不能ではない。あの左手を守りきれば。あいつは動きの速いものを狙ってくる。ということは、何かを動かしてそれより遅く動けば襲われることはない。まさか、まさか、あの先にあるブローチ、動いてる。動いてはいけない。でも、あいつも向かってくる。はい。さあ、そのブローチを拾って、トリッシュ。誰？誰かいるの？ずっと前からいます。あなたが幼い時からいつもあなたのそばにいました。私はいつだってあなたなのです。あなた自身の能力です。命令をしてください。名前、あなた名前はある？スパイスガール。そう、一味違う。ジョルノの左手を守るとすでに決心している。ブローチを拾ったその固い決意、あなたは精神的にも人間的にも強くなっている。